リファイト。今日は金曜日ですね。ちょっと座らせていただきます。いや、今日はね、ちょっとね、今日の本音を語りたいと思いまして、このリファイトクラブのこの動画のね、時間をお借りします。そんなに長い動画にはなりません。いや、正直ね、きついっす。何がきついかっていうと、昨日張り切りすぎて今日は筋肉痛っすね。筋肉痛の場所はこの辺り、股関節から股からね、お尻のあたり、この辺りがね、すごいハリハリで痛痛筋肉痛ですね。あ、というのが、昨日は結構ね、下半身をこう動かしまくることやったんですよ。まずはスクワットですよね。こうやって前に倒れていくスクワットで、後ろに倒れるスクワット、足にかなりその体重っていうんですか、負荷をかけましたんで、いいトレーニングになったんですよ。もう汗だくでね、昨日は。シャワーが気持ちよかった。で、その後にシャドーボクシングちょっとやったでしょ。1分間マックスはやらなかったんですけども、まあ軽く流す程度にね、3、40秒をさささっとやって、それを何セットかやってですね、まあ帰ってきたんですけども、帰る道すがら大体ね、上り坂なんですよ。帰りは行きは下り坂なんですけども、上り坂の、まあ上り坂だけじゃなくて、こういう風な田舎道なんですよね。起伏の激しい。ですんでね、行き帰りも結構なトレーニングとコンディションの確認になるんですよ。で、帰らないわけにいかないでしょ。椅子一つないですし、休憩するところもないし、道が狭いんで、道の中にね、座り込むわけにいかないんですよ。まあ、それがだから、いい感じで自分を追い込んでくれてね。うん。トレーニング場は気に入ってるんですよ、だから。人も来ないし。で、昨日は入学式ってこともあったんで、私的にはちょっとね、気分が盛り上がっていたところかなというところですね。はい、今日はね、筋肉痛ですわ。あ、でも、心地がいいです。その筋肉痛が日々ね、出てきてるっていうのは、あ、なんか体使ってるな、鍛えてるなって気がしまして、同時に、今まで筋肉痛、もう10年、20年経験しなかったんでね、あ、こういう風になるんだ、みたいな感じです。でも、睡眠時間はいつ眠っても、パリッとね、寝過ごすことなく、目が覚めますしね、とっても気持ちがいいです。で、久々に、今朝はね、ちょっとこう、豚の、カルビを食べてみました。大体 500g ぐらいね、まあ、ペロッと一気に食べましたね。で、もやしを炒めたのと一緒に食べたんですけども、なんかすごく、まあ、美味しいなって単純に感じましたね。久しぶりに肉を食べたんですよ。もちろんカップラーメンとか夜中にスナックとかも食べなくなっちゃって、菓子パンとかもね、だいぶ抑えてますしね、そんなに食べなくなりましたね。食べるときは本当になんかもやし炒めみたいな、野菜炒めを食べるようにして、野菜炒めに、ほんとお肉を 50g くらいね、ほんとちょびっと入れるみたいな感じで、ちょうど良くなったかなってことです。さあ、今日は夕方、リファイトクラブの、また、リモートトレーニングがありますんで、ちょっとね、そっちでも、気合入れていきたいなと思いますね。今日はじゃあそれに向かってなんで、体を休めながら、トレーニングは、せずに、夕方を迎えたいと思います。そんな感じです。